英語学習の時間がやってまいりました。 How are you everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。偉大な先人の言葉で英語力と人間力を一緒に上げていきましょう。経営の父と言われた松下幸之助さんの言葉を使っていきたいと思います。今回のメッセージタイトル、思い悩む、このメッセージを使いながら英語力、人間力を上げていきましょう。何かと閉塞感が漂う日本、世界ですけれども、偉大な先人の言葉には元気をくれたり、ヒントをくれたり、まあ、そういった効果もあると思いますので、しっかりと英語を学びながら人間力を上げていきたいと思います。まず日本語で音読をしながらメッセージに込められた意味、そしてメッセージ確認していきましょう。次は2番目、その日本語を英語に訳したものを使って、どんな単語や表現、文法が使われているのか、しっかりと英語を声に出しながら、スピーキング力も上げながら英語力を伸ばしていきたいと思います。3番目は総仕上げということで、英語をもう一度通して聞いて、学習した単語、表現、内容、文法、しっかりとですね振り返っていきたいと思います。英研究家チャンネル、いいなと思った方はチャンネル登録ボタン、高評価ボタン、コメントなんかもよろしくお願いいたします。それでは早速、偉大な先人の言葉で英語力と人間力を上げていきましょう。 Let's get it started。 では画面の左側に日本語、そして右側に英語がありますので、まずはですね、左側の日本語を一緒に声に出して音読をして、思い悩むというところ、このメッセージに込められた思いしっかりと理解していきたいと思います。次にそれを英語に訳した右側のものですね、一度聞いて単語、表現、文法、アウトライン、概要を捉えていきましょう。その後細かく、一つ一つ見ていきたいと思います。では一緒に声が出せる方はですね、左の日本語をまず音読をして、思い悩むというメッセージの意味を理解していきましょう。 Let's get it started。 では行ってみましょう。思い悩む、人間は神様ではないのだから、何もかもが見通しで、何もかもが思いのままで、悩みもなければ憂いもない、そんな具合にはいかないのである。悩みもすれば憂いもする、迷いもする。わからん、わからん、どうにも判断がつかん、どうにも決心がつかん、そんなことが日常しばしば起こってくる。五ならば、わからんままに石を打っても別に人に迷惑をかけるわけではないけれど、人と人とが互いに密接なつながりを持つこの世の中で、わからん、わからんと思い悩んだままで仕事を進めたら、とんでもない迷惑を人に与えてしまう。わからなければ人に聞くことである。己の殻に閉じこもらないで、素直に謙虚に人の教えに耳を傾けることである。それがどんな意見であっても求める能力が切ならば、その中から自ら得るものがあるはずである。お互いに思い悩み、迷い、憂えることを恥じるよりも、いつまでも己の殻に閉じこもって人の教えを請わないことを恥じたいと思うのであるということです。さあ、いかがだったでしょうか。皆さんはどんなメッセージを得ましたでしょうか。わからなければですね、殻に閉じこもるんじゃなくて、素直に謙虚に、知っている人に、先輩に聞けばいいと。いうことですね。まあ、変なプライドを持つ必要はないということではないでしょうか。そして人間だものということでですね、思い悩み、憂い、まあ、いろんな日々があるということでした。さあ、では次は、この今音読をした日本語を英語に訳したもの、右側、これを一度 Google の音声機能を使って聞いてみましょう。そしてですね、読まれているところ、このように数える、字幕に合わせていきますけれども、どんな単語や表現、文法が使われているのかですね、まず概要、アウトライン見ていきたいと思います。では、行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this message by listening English. Let's try it. Worry. Humans are not gods, so it's not like everything is clear. Everything goes as we want. There are no worries, no sorrows.We worry, we worry. We hesitate. I don't understand, I don't understand. I can't make a decision, I can't make a decision. These things happen often in our daily lives. In Go, if you play without knowing what to do, you don't cause any trouble to others. But in this world where people are closely connected to each other, if you continue to work while worrying about what you don't understand,
You will cause a lot of trouble to others. If you don't understand, ask others. Don't shut yourself in, but listen to others' teachings honestly and humbly. No matter what kind of opinion it is, if you have the ability to seek it, you will naturally gain something from it. Rather than being ashamed of worrying, hesitating, and worrying about each other, I think we should be ashamed of shutting ourselves in our own shells forever and not asking for others' teachings. さあ、どうだったでしょうか。一度聞いてみましたけれども、出てきた単語や表現、文法ですね、聞き取れましたでしょうか。アウトライン理解できましたでしょうか。まあ、そんなに見たこともないような難しい単語は出てきていなかったんではないでしょうか。さあ、では次はですね、しっかりとスピーキング力を上げながら、そして単語表現、文法なんかを見ていきたいと思います。ではまずこの最初のパートですね、見ていきましょう。視聴者の方もぜひ、声が出せる方は一緒に声を出しながら、英語を話すこと、練習して、日本人が苦手と言われがちなスピーキング力も一緒に上げていきましょう。ではこの部分ですね、思い悩むタイトル、Worried、まあ、一単語になってますね、Worried、心配するですね。Humans are not gods。人間は not gods、神様ではない。So、だから、It's not like everything is clear。It's not like、こんな感じではないということですね。Everything is clear、すべてが clear、お見通し。Everything goes as we want。As we want。思ったように、Everything goes、すべてが進んでいく。There are no worries、no sorrows、心配もなければ。憂いですね、sorrow、憂いもない。というわけには、Not like everything. Not like. こんな感じではない。We worry. 私たち人間は心配もするし、悩むし、hesitate. 戸惑いもする、迷いもするということですね。それでは、ここですね、もう一度 humans からですね、We hesitate まで通しで声に出して英語を話す練習していきましょう。ではいきます。Humans are not gods. So it's not like everything is clear. Everything goes as we want.There are no worries, no sorrows. We worry, we worry, we hesitate. ですね。さあでは次、このパートですね、見ていきましょう。I don't understand. わからない。I don't understand. わからない。I can't make a decision. 決定できない。判断つかない。I can't make a decision. 決心がつかない。These things happen often in our daily lives. まあこんなことは私たちの daily lives、日々の生活で often、しばしば起こる。ですね、happen.In go. これは go ですね。If you play without knowing what to do. What to do? どうしようかということを知らずにですね。Without. Play しても go なら You don't cause any trouble to others. Cause trouble to others. で他人に迷惑をかけるですね。You don't cause any trouble to others. 他人に迷惑をかけることは go であればないということですね。以後ですね。But in this world, where people are closely connected to each other. しかし、in this world, この世界、どんな世界か、where以下で説明されてますけども、people are closely connected to each other. それぞれに人々が closely connected, 密につながっている this world, この世界ではですね。If you continue to work while worrying about what you don't understand, what you understand?理解をしていないこと、心配しながら、continue to work、働き続けると、you will cause a lot of trouble to others。他人に、lot of trouble、大変な迷惑、多くの迷惑をかけてしまうということです。さあではこの、I don't understand からですね、trouble to others まで、この部分、通しで音読をして、英語を話すことに慣れていきましょう。I don't understand, I don't understand, I can't make a decision.I can't make a decision. These things happen often in our daily lives. In go, if you pray without knowing what to do, you don't cause any trouble to others. But in this world where people are closely connected to each other, if you continue to work while worrying about what you don't understand, you will cause a lot of trouble to others. ですね。さあでは次見ていきましょう。じゃあどうすればいいのかっていうところで、このパートですね。If you don't understand, ask others. シンプルですよね。わからなければ、ask others. 他の人に ask 聞けばいいですね。Don't shut yourself in. But listen to others' teachings honestly and humbly. ですね。
shut というのは閉じるんですけれども、don't shut yourself in。自分の殻に閉じ込める。シャッターをガラガラと自分の前で下ろすんではなくて、listen to others' teachings。他の人の教えを聞きなさい。しかも、honestly ですね。正直に、そして humbly、謙虚に聞かなければいけないということです。No matter what kind of opinion it is, if you have the ability to seek it, you will naturally gain something from it. ということで、No matter what よく出てきますけれども、たとえ何々でもということですね。What kind of opinion it is? それがどんなオピニオン、意見であっても、If you have the ability to seek it, それを seek、求めている ability、能力というものがあなたにあったならば、You will naturally gain something from it. そのいただいたアドバイスから、gain、得るですね、something、何かを naturally gain、自然に得得するだろう、得るだろうということです。Rather than being ashamed of worrying, hesitating, and worrying about each other. それぞれに心配したりですね。hesitating, 戸惑ったり。そして、することを ashamed of. ashamed of というのは恥じるですね。恥じる、rather than よりも、I think, 私が思うに、we should be ashamed of shutting ourselves in our own shells forever and not asking for others' teachings.まあ、そんなことよりもですね、私が恥じるべきだと思うのは、shut ourselves in ですね。our own shells. shell というのは殻ですね。自分の殻に閉じこもって、forever, ずっとですね。not asking for others' teachings. 他の人の教えを請わない。まあ、変なプライドで、人の教えを謙虚にですね、素直に聞けないということを、ashamed, 恥じた方が恥じるべきだと私は思います。ということですね。それではこの If you don't understand からですね Others teachings まで投資で英語を声に出してスピーキング力上げていきましょう If you don't understand, ask others Don't shut yourself in But listen to others teachings honestly and humbly No matter what kind of opinion it is If you have the ability to seek it You will naturally gain something from it Rather than being ashamed of worrying, hesitating and worrying about each other I thinkWe should be ashamed of shutting ourselves in our own shells forever and not asking for others' teachings. さあ、いかがだったでしょうか。視聴者の皆さんもしっかりと声に出してスピーキング力アップ、単語表現力アップ、そして人間力アップできましたでしょうか。人間は神様ではないからいろんな日がある。心配する日もあれば思い悩む日もあるし、どうしていいかわからない時もある。憂い日もあるし、悲しむ時もある。まあ、それが人間、当然である。という始まりがあって、以後であればそれでも人に迷惑はかけない、自分の娯楽で終わるけれども仕事、この世界いろんな人が、深くつながり合っているこの世界でそういう状況ならば、人に迷惑をかけてしまうと、じゃあどうすればいいかということですけれども、素直に謙虚に知っている人に聞く、教えを請う、この心がけが必要だ。自分の前にシャッターをガラガラッと下ろして殻に閉じこもるんではなくて、オープンハートでですね、謙虚にプライドを捨てていろんなことを聞けばいいんだと、そうやって成長していけばいいんだというメッセージではないでしょうか。さあ、では3番目ですね、英語をもう一度通しで聞いて学習した単語表現、そしてこの思い悩むというメッセージに込められた松下幸之助さんのメッセージをですね、今度は英語のリスニングでしっかりと理解してみましょう。Let's try to understand every deep meaning of this message given to us by Konosuke Matsushita. Only listening English. Let's try it. さあ、ではもう一度聞いてみましょう。読まれているところカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。Worry. Humans are not gods. So it's not like everything is clear. Everything goes as we want. There are no worries, no sorrows.We worry, we worry. We hesitate. I don't understand, I don't understand. I can't make a decision, I can't make a decision. These things happen often in our daily lives. In Go, if you play without knowing what to do, you don't cause any trouble to others. But in this world where people are closely connected to each other,If you continue to work while worrying about what you don't understand,
You will cause a lot of trouble to others. If you don't understand, ask others. Don't shut yourself in, but listen to others' teachings honestly and humbly. No matter what kind of opinion it is, if you have the ability to seek it, you will naturally gain something from it. Rather than being ashamed of worrying, hesitating, and worrying about each other, I think we should be ashamed of shutting ourselves in our own shells forever and not asking for others' teachings. さあ、いかがだったでしょうか、字幕ありで通して聞いてみましたけれども、学習した単語表現、そしてメッセージ、意味聞き取れましたでしょうか。思い悩む。人間は神様ではないから思い悩むんですね。ただ思い悩んだ時に分からなければ人に素直に謙虚に聞くのが一番いいというこういうメッセージだったんではないでしょうか、まあ、人間年を取っていくと変なプライド出てきてですね、なかなか人に素直に聞けないということに、まあ、自分も含めてなりがちですけれども、そこはオープンハートでプライドを捨ててですね、分からないことは聞くということが一番いいのかなと私は思いました。視聴者の皆様、どんな英単語表現と出会い、そしてどんなメッセージを得て、どんなことを感じましたでしょうか。研究家事チャンネル、こんな感じで、先人の偉大な言葉を使いながら、英語力アップ、そして人間力アップ、他にも最新のニュースを使いながら、英語力アップ、情報力アップ、そんな動画も配信していますので、いいなと思ったら、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、そしてコメントなんかも、ぜひよろしくお願いいたします。一緒に英語力、人間力、情報力、上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day. Goodbye.